下柳剛義は、長崎県長崎市出身の野球解説者、元プロ野球選手。マネージメントは、ハイタイド。愛称は、下、下さん、下4。慶北高等学校では、エースとして1985年秋季九州、大会県予選決勝に進むが、改正校に敗退。翌1986年夏の甲子園、県予選でも、準々決勝で、 島原中央校に敗れ甲子園には出場できなかった。京保高校には下柳が作った下柳マウンドが存在する。高校野球の指導者を目指して八幡田大学に進学するもいじめを受け1年で中退。しばらくは仕事をせずバイクを乗り回す生活を続けていたが恩師の紹介で社会人野球の新日鉄機密に入社し、1988年には チーム初となる第59回都市対抗野球大会出場に貢献。走り込み、ウエイトトレーニングなど肉体改造に取り組み、試合で完投した後も平然と200球近くの投げ込みを行うなど、当時からタフネスぶりを見せていた。1990年の第61回都市対抗野球大会は、予選で36回を投げ抜き3完投。 本大会に進み一回戦で先発するものの、日産自動車に打ち込まれ、大敗、都市対抗初勝利の夢を砕かれた。1990年のドラフト会議で、福岡大英ホークスから4位指名を受け入団。1年目の1991年は1試合に、当板したが、1回を投げ切れずに、3回で4失点で、降板した。1992年は、 自身の意向で一軍登板せず、ファームでの試合出場に専念した。1993年はリリーフとして50試合登板した。一方で、下記の起用法もあり、先発でも10試合に登板し、その翌日や前日にリリーフ登板などもあった。全体では、防御率4.13と安定感を欠いたものの4勝8敗、5セーブを挙げた。入団当初は、 請求力に何のある速球派投手だったが、ゴンドウ・や根本・睦夫は、下柳の豊富なスタミナを生かした、毎日打撃投手、毎日中継ぎ登板という過酷な投げ込みで、克服させた。ゴンドから入団2年目に言われた、Don't be afraid to throw strike というアドバイスは、その後の投手生活の励みになったという。ゴンドは、このタイプは、 実践経験を積ませることが体制への近道だ。私は再三にわたり一軍企業を進言した。しかし日々の目先勝利を優先する田淵監督には受け入れてもらえなかった。93年に監督に就任した根本六夫監督に同じお願いしたら分かったとすべて任せてくれて過去2年間で1試合しか当番のなかった下柳を50試合に使ったと述べている。 1994年には62試合に登板し、リリーフながらチームトップタイの11勝を挙げオールスターにも初選出された。連日のように登板する鉄腕からアイアンホークのニックネームが付き、当時の応援歌の歌詞にも取り入れられた。1995年4月20日未明、福岡市内で自身の車をスピード違反で走行させた末に、 民家の塀に激突する交通事故を起こし、尾骨骨折などの怪我を負った。この負傷が原因でシーズンを棒に振ったばかりか、球団からは当時の推定年俸の1割に相当する610万円を罰金として課された。最終的に前年の半分以下となる24試合の当番に終わり、2勝しか挙げられなかった。同年オフ11月16日に、武田和弘、 松田真嗣との交換トレードで安田秀幸と共に日本ハムファイターズに移籍。1996年は前半戦は前年の事故の影響でまだ顔にプレートが入った状態だったこともあり2軍調整だったが後半戦に1軍に昇格。中継ぎとして23試合に登板し防御率3点台後半を記録しプロ入りしてから初めて防御率が4点台を下回った。 1997年は216打席連続、無三振を続けていた一郎を三振に打ち取って、一郎キラーと話題になり、1試合に先発した以外は、すべてリリーフ当番で、65試合に当番して9勝を、挙げ規定投球回に達した。1998年は、自己最多の66試合に当番した。防御率3.07と安定感を増した。 1999年も62試合に登板し、3年連続60試合登板を記録した。同年は防御率3.61とやや安定感を欠いた。2000年以降はチーム事情や本人の希望から先発投手に転向し、同年8月26日の大英戦でプロ10年目にして初完封勝利を挙げた。 最終的に登板した36試合中11試合に先発した。8勝4敗、防御率4.52位の成績を残した。オフの契約公開では日本人選手として初めて代理人交渉を行った。2001年は規定投球回未満で防御率も5.06ながら9勝8敗の成績を残した。2002年は不調で17試合で2勝7敗。 防御率5.75の成績で終わった。同シーズンオフの11月22日に、山田勝彦、伊達昭治との複数トレードで、中村豊と共に、阪神タイガースに移籍。移籍1年目の2003年は、星野千一監督のもと、優れた制球力で、相手打者を、のらりくらりとかわす技巧派の投球で前年から、復調し26試合に、 投げ規定投球回不足ながらも10勝を挙げ、リーグ優勝に貢献した。古巣の第8の日本シリーズでは、第5戦に登板。相手の先発は、シーズン20勝投手の斉藤和美だったが6回に、失点の高投で、日本シリーズ初登板初先発で、勝利投手となった。エース斉藤に投げ勝っての勝利だったがチームは、第6.7戦と連敗し、日本一を逃した。 オフ、FA 宣言。阪神が残留要請を行ったほか、横浜ベイスターズも獲得に名乗りを上げたが、阪神若手投手陣を中心に残留考慮を受けたこともあって、阪神に残留。2004年は22試合に登板するも、安定感を欠き7勝5敗、防御率5.12の成績で終わり、投球回数も前年を下回った。2005年8月25日の、 広島東洋カーアップ戦で通算戦脱三振を達成した。同年は自己最多黒田博樹と並んでリーグトップの15勝を挙げリーグ優勝に貢献した。また初タイトルとなる最多勝利を獲得。37歳での獲得は若林忠の36歳を更新するプロ。 野球史上最年長記録であり、規定投球回未満での獲得は1988年の伊藤明光以来史上二人目だった。ロッテとの日本シリーズでは第3戦に先発し、5回3失点の投球を見せるが、打線に援護がなく敗戦投手となった。チームはストレートの4連敗で日本一を逃した。2006年4月5日の広島戦で、 通算500試合登板を達成。前年に引き続いて安定した成績を残し、先発転向後及び阪神移籍後初で9年ぶりに規定投球回にも到達した。9月24日、後にチームメイトとなる日本ハム時代の後輩である金村赤月がトレイ・ヒルマン監督の采配を批判して出場停止となった夜、 同じく日本ハムから阪神に移籍した片岡厚志と共に金村へ電話をかけ、俺はお前にそんなことを教えたか。目を覚まさせてやる。今から来い。と怒鳴り、都内の飲食店に呼び出した。金村は殴られるものと覚悟していたが、二人は、こういう経験がないと大きくなれない。良い勉強と思って前向いてやれ。成長するステップと思って頑張れと励ました。 詳細は、絶下事件を参照。11月23日には、長崎県のブランド大使に任命された。2007年は先発ローテーション候補の福原忍や安藤優やらが出遅れたこともあって、1リーグ制時代を含めても球団史上2位、2リーグ制になってからは、球団史上最年長となる38歳10ヶ月での開幕投手となり、6回に失点で、 敗戦投手となったものの黒だから、チーム初安打を放つなど投打に渡り執念を見せた。7月6日に、通算100勝目を達成した。最終的には規定投球回数に到達せず、防御率も4点台ながら、先発投手陣が崩壊したチームの中で唯一、シーズン投手陣が崩壊したチームの中で唯一、シーズン投手で先発ローテーションを守り、チーム最多の10勝を挙げた。中日ドラゴンズとのクライマックスシリーズ第1。 ステージでは、初戦の先発を任されたものの敗戦投手となり、翌日もチームは、敗れ敗退。オフの11月7日に契約交渉を行ったが、決裂し、翌日2度目の FA 券講師をする意向を、表明、11月13日付で公示された。メジャー数球団からもオファーがあったが、結局2008年1月22日に正式に、阪神と契約合意に達し、 前回の FA 戦現時と同じく阪神に残留した。2008年8月21日の広島戦において、プロ野球史上5人目、41歳で15勝を挙げた若林以来球団史上59年ぶりとなる40代での2桁勝利を記録するなど、同年もシーズンを通して先発ローテーションを守り、2年ぶりに規定投球回に達した。その中で、リーグ5位。 チームトップで自己最高成績となる防御率2.99を記録し、11勝を挙げた。2009年6月から8月にかけての自身6、連敗に見られるように、シーズン中盤から調子を落とし、8勝8敗と5年連続2桁勝利と、規定投球回を逃した。7月20日には、怪我から復帰した矢野照弘と、日本プロ野球史上初の40代バッテリーを組んだ。 2010年は怪我の再発に悩む矢野に代わり、大英時代の同僚であった、新加入の城島健二とバッテリーを組む。シーズン6度目の先発となった5月13日では、投季最短1回に3を4失点で敗戦投手となり、翌日には一軍登録を抹消される。同月26日に再登録、即先発となってからは、 試合間隔の緩やかな交流戦の日程にも、助けられて、再登録後7度の先発すべてで5イニング以上を投げ抜いていた。しかし、その7度目となった7月16日で6回3、失点の敗戦投手となり、翌日に2度目の抹消となる。同月31日に再々登録され、翌日8月1日に先発登板した。この8月は、 7日15日26日の先発、いずれも4イニング程度で交番。勝利を挙げた1日のみ5イニングを超えたとはいえ、4戦とも4失点以上を許す不安定さを見せていた。9月1日には6回1失点の高騰と復調の兆しを見せたかに思われた。翌日には終盤戦に向けた万全の調整を期待されてか4度目の抹消となり、同月15日に再登録。 即先発。ところが1回に357失点の敗戦投手という期待外れで、翌日に5度目の一軍登録を外されたままシーズンを終え、規定投球回には2年連続で満たせず、19試合で7勝8敗、防御率4.32の成績しか残せなかった。2011年は開幕から先発ローテーションの一角を担うようになったが、6試合に当番指令賞2敗。 防御率3.54という不本意な成績で6月7日に登録抹消された。その後はファームで調整を続け、9月2日に再登録されたが、当番予定の試合が、雨天中止になったためそのまま抹消された。その後も一軍に昇格することはなく、後に翌年の戦力構想から外れていることが分かった。 そのため9月23日のウエスタンリーグのオリックス戦が最後の登板となった。この試合には2軍では異例の1300人の監修が集まった。チームの若返りの方針により10月9日に戦力外通告を受けた。12月2日に自由契約公示された。2012年は東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプに参加し、同球団の入団テストを受けた。 2月4日に仙台放送のローカル番組スポルタンライブにおいて阪神時代の2003年にも監督を務めた楽天監督の星野千一が正式発表前に下柳の入団と先発起用を暴露2月5日に入団が正式に決まったことで10年ぶりにパリーグに復帰したオープン戦での高騰を買われて開幕ローテーション入りを果たした 前年戦力外の投手であったにもかかわらず、4月1日のロッテとの開幕第3戦で先発を任された。しかし、4回に3を投げて3失点で敗戦投手となり、楽天球団初の本拠地でのシーズン開幕カードで3連敗を喫してしまった。4月8日のオリックス・バファローズ戦では6回に失点のコートを見せたが打線が得点できず敗戦投手となった。 4月15日の日本ハム戦では毎回アンダを浴びるなど4回1、3を3失点で降板した。4試合目の先発となった4月25日のオリックス戦では2回2失点で移籍後最短の降板となった。チームが逆転勝ちしたため敗戦投手は免れたが4月26日に出場選手登録を抹消された。今回の抹消に関しては大英時代の指揮官で 阪神時代のヘッドコーチでもあり、楽天でも3度一緒になった田淵光一ヘッドコーチはもう一度下で作り直してほしい。俺が大英で監督をしていた時にドラフトで入ってきた選手、44歳。後がないんだからもう一花咲かせてほしいとコメントした。結局高騰した試合は4月8日のオリックス戦のみでそれ以外の3試合は5回もたずに、 交板する不本意な結果となった。二軍降格以降は一度も一軍に復帰できないまま、シーズンを終了した。四試合で0勝2敗、防御率5.29に終わり、10月2日に戦力外通告を受けた。なお、楽天では91という背番号をつけていた。当時は、この背番号を選んだ理由として、追いちょの一番強い目、クッピンに引っ掛けたことが挙げられていた。 しかし、下柳は後に、阪神時代の2003年に一軍ヘッドコーチを務めた、星野の名優、島野育夫が生前最後につけていた背番号、91にちなんだことを告白している。2013年2月28日に、やれるだけやって、けじめをつけるという決意のもとに、ロサンゼルスドジャースのトライアウトに参加、最終テストにまで残ったが、合格には至らず、 2013年3月20日に現役引退を表明した。その表明では現役引退後も野球に携わることがしたいとの抱負を述べていた。下柳の引退によって平和大球場を本拠地としていた時代の大英に在籍していた選手が全員引退したことになった。現役引退の表明から5日後の3月24日からは朝日放送の野球解説者へ転身。 阪神よりパシフィックリーグ球団への在籍期間が長かったことから阪神戦中継にとどまらずオリックスバファローズの公式戦やせパコーリュー戦中継でも解説を担当する。また朝日放送以外の放送局が制作する番組にもゲストとして随時出演。その一方で出演番組やインタビューでは週5から6日のペースで 現役時代と同様のトレーニングを続けていることをたびたび明かしている。10月9日には自身初の著書にして、阪神の現役時代に保守として下柳と同級生バッテリーを組んだ矢野洋大との共調、気を込める虎の成功プロセスがベースボールマガジン社から発売された。なお、公式ブログで現役引退を表明した際には現役復帰の可能性があることを示唆。 その後のインタビューでも一旦ユニフォームを脱ぐと表現することがあった。しかし、警保高校野球部時代の同級生からの計らいによって、2013年12月1日に、同部のグラウンドで引退試合を挙行した。2014年には、野球解説者としての活動を続けながら、1月6日から、スポニチアネックスで毎週月曜日に、 下柳剛の下ネタ発見というコラムを執筆している。4月より東京スポーツ月曜木曜紙面にて野球人生を振り返る連載、下柳剛下の話を連載中。また、故郷の長崎県内でもローカルタレントとしての活動を始めている。2015年にはプロ野球経験者による学生野球の指導に必要な学生野球資格の 回復に向けて、プロ野球シーズン後に研修会を受講。2016年2月2日付で、日本学生野球協会から資格回復の適正認定を受けたことを機に、高校野球や大学野球を指導できるようになった。その一方で、阪神時代のチームメイトだった金本が一軍監督、矢野が一軍作戦兼バッテリーコーチとして、同球団に復帰した2015年末には、 投資コーチの候補に挙げられていた。上記の事情などから上金でのコーチ就任はひとまず見送られたが、2016年の春季キャンプでは、一軍投手人主体の沖縄組で臨時投資コーチを務めている。2017年には、野球解説者、タレントとしての活動を続けながら、テレビ、東京制作の連続ドラマシリーズ、孤独のグルメシーズン6第1話で、 俳優デビューを果たした。下柳の主な活動拠点である大阪で第1話のロケを実施したことや、下柳自身が兼ねてから同シリーズや松重豊のファンであることによる。プロ入り当初は150キロを超えるボールを投げられたが、請球力は不十分であり、結果が出なかった。阪神時代は、のらりくらり投稿とも称された緩急をつけた投球を行っていた。 BSI、超、人において、2006年度の全投球の打ちストレートが8%と、解析された南東派にモデルチェンジしている。プロサッカー選手で、2018FIFA ワールドカップ終了後から、サッカー、日本代表のキャプテンを務める吉田麻也は、下柳の実種の息子にあたる。好物は、芋焼酎のお湯割りで、特に香りの強いものが好みだという。 聖家はカトリックを信仰しており、中学時代まで日曜学校へ通っていた。小学校6年の卒業間近の下柳少年は、1981年2月23日に、ローマ教皇としては初めて来日したヨハネ・パウロ2世が、地元の教会まで来た時に頭を投げてもらった。本人曰く、おそらく、ローマ教皇に頭を投げてもらったプロ野球選手は、メジャーにもいないとのこと。 シャイな性格でヒーローインタビューを受けるのを拒否することが多く、自分が呼ばれそうなのを察知すると、今日は何もない、お疲れ。戸だけ記者にコメントしたり、金元に、ファンの皆さんによろしくお伝えくださいと伝言を残し、早々とロッカールームに引き上げてしまうことが多い。それを阻止するため、矢野容台がベンチ裏で待ち伏せして、無理やり、お立ち台に連れて行ったこともある。 本人曰く、人見知りする性格で、古い友人でも、半年くらい会ってないと、会った時に、何を話していいかわからなくなってしまうため、どうしても科目になってしまうのだという。ひょうひょうとした、淡泊な性格で、新人時代の戦士名官には、思い出の項目に、あまり嬉しい思い出も、悔しい思い出もないと書いている。風呂には数日入らなくても平気で、大英時代の同僚だった。 潔癖症の内山智之とは仲が悪かった。これは前日のように当主の方は消耗品が口癖であった、近藤コーチから例外的にあいつはいくら放っても壊れないからということで毎日のようにロングリリーフをさせられ家に帰ったら疲れ果てて何もする気がなくなったことが由来である。髭も滅多に反らないがこれは髭を剃ると髪剃り負けを起こすからである。 吉井雅人はその風貌を変わったやつっちゃなとテレビ解説の席で表している。上述のように下柳が先発する試合は大抵リリーフ投手も登板するため藤川球児からは仕事をくれるからという理由で社長と呼ばれている。阪神への移籍後からはオフシーズン中にたびたびテレビ番組へ出演。ひょな一面もあり飲み会では イラブ・ヒデキやヒロ勝美カツミとトリオ漫談をすることもあったという。カラオケも得意としており、金村・義明曰くミスター・チルドレンを歌わせたら絶品。本人もマイクを離さないタイプと語っている。長らく独身であったが、2010年6月4日に一般人の女性と結婚したことを同14日に自身の公式サイト上で発表した。島田晋介によると、 島崎若子とお見合いをしたことがあったが破談となったらしい。日本ハム時代から、ダンカンや松村邦博らがいる、中野毛子会の会員だった。また、高山義弘、桜馬和氏、根本要、渡辺美里などとの親交が深い。2003年2005年の優勝時のビールかけでは、オープンフィンガーグローブを装着。藤本厚などの後輩選手に、 腕ひしに十字固めを仕掛けていた。2006年12月31日に模様されたフィールズ K1 プレミアム2006ダイナマイトではオレンジ色の胴衣をまとってタイガーマスクをかぶり桜場と共に登場。二人とも右足から踏み出すというパフォーマンスを披露した後に試合で桜場のセコンドに着いた。翌2007年の大晦日も前年同様に タイガーマスクをかぶって桜場と共に登場し、セコンドについた。阪神時代には、死に、番ンとして、日本人選手に敬遠されがちな、42を、背番号に選んでいた。ダンカンによれば、大英日本ハム時代の背番号でもある、24という数字に対して、強いこだわりがあるという。阪神での背番号に、42を選んだのは、早抜きの看板選手であった。 檜山慎次郎が24をつけていた関係で数字を逆にしたからとされる。大英時代には背番号の24にちなんで当時 JR 九州が発売していた24茶の CM にも出演していた。阪神時代の一軍投資コーチだった久保光成はあの投球術を見て感じて学んでほしいと下柳を教材として指定していた。 榎ノ田大輝や福原忍は、下柳さんがいたからなどと感謝の意を示しているほどで、教材が抜けた、半身の穴は大きかったとも言われた。半身時代同僚だったライアン・ボーグルソンは、フォームや変化球の握り、配球、下とはいろいろなことを話した。本当に感謝している。彼に相手をねじ伏せる、合速球はなかった。でも決して逃げない。 調子が悪くてもこれが俺の球だ。打ってみろって、ベース上に投げ込む打者に立ち向かう姿勢を学んだと述べている。阪神時代のチームメイトで同年齢の金本、矢野とは現役引退後も朝日放送の野球解説者として阪神戦中継、番組、イベントでたびたび共演。2015年6月28日の阪神対横浜戦では、 阪神の球団創設80周年記念企画として、下柳矢野のバッテリーによるユニフォーム姿でのファーストピッチが甲子園球場で実現した。臨時投手コーチを務めた2016年の阪神一軍春季キャンプでは、紅白戦の前にファンサービスを兼ねて一軍監督の金本と対決。下柳は三打席限定、自身が金本を無安打に抑えれば投手陣の 試合後練習免除。金本が一本でも安打を放てば野主人の、試合後練習免除という条件で、一軍コーチの矢野と再びバッテリーを組んだ。下矢泣自身は、2月14日放送の、サンデースポーツへ金本と共に出演した際に、あの勝負で左肩を痛めたため、痛み止めの注射を3本も打ったという後日談を、明かしている。日本ハム時代。 一郎の連続打席無三振記録を止めたたまについては当時の取材に対しストレートだけど指に引っかかったと主張していたが2019年の戦えスポーツ内閣や2021年の休時園の取材に対しては本当はその年に投げ始めたシュートだったそれ以後の対戦も考えて嘘をついたと述べている自分で考えて練習したいという意向が強かった ことから、大英での若手時代には、兄が所属していた、自衛隊の那覇基地でトレーニングを実施。日本ハム以降の現役時代には、シーズン終了直後の周期キャンプへ参加せず、他のベテラン選手に先んじて、離島での自主トレーニングに励んできた。ちなみに、離島へ向かう前には、親友の桜場などと共に、高田道場で、総合格闘技式のトレーニングへ参加。 日本ハム時代には岡部哲也の指導でノルディックスキー式のトレーニングに臨んだことや春季キャンプ中に練習前の準備運動へ参加していた桜場と共に50メートルを50回走ったこともある。阪神への移籍を機に日本ハム時代から面識のあった福島大学の白石豊教授からメンタルコントロールの方法を伝授。2003年の二桁勝利や 2005年の史上最年長最多勝記録などにつなげた。2004年からは鈴木久次具による指導のもとに11月から春季キャンプ直前までの3ヶ月間にわたって沖縄本島や石垣島で陸上競技やサイクリングのトレーニングに挑戦。2007年以降は天見大島に腰を据えながら自主トレーニングに取り組んでいた。その一方で カーツトレーニングの指導資格を所持。金本が右肩を痛めた2010年には、金本にカーツトレーニングを指導している。ちなみに、下柳は、自主トレーニングが縁で、奄美大島観光物産協会から奄美観光大使に任命。しかし、現役引退後の2017年3月に、朝だ、生です旅サラダのロケで道東を訪れるまでは、 島内を観光した経験がなかったという。阪神時代から、下柳のグラブに刺繍されていた、前後際断という四文字は、下柳が白石の勧めで読んでいた、不動里親妙録から引用した、ザウの名である。下柳は、同社の現代語訳を通じて、もう終わった過去も未来も気に病んだり不安に思ったり、したら、その時点から集中できなくなってしまう。そうなれば、 良いパフォーマンスを発揮することはできない。結局、ピッチングも一球一球の積み重ねであると解釈。グラブに前後際段の刺繍を入れるようメーカーに依頼した上で、ピンチの場面で、その刺繍を見ることによって、心を落ち着かせていた。阪神投手時代の2007年10月1日に、先発で登板した対横浜戦の5回裏には、遊撃を守っていた。 シュータの度重なるミスからグラブを地面に叩きつける事態に至った。このシーンは伝説のチンプレーシュータ事件として現在でもメディアやインターネットでたびたび取り上げられている。阪神はこの試合に勝利すればクライマックスシリーズ進出が確定。先発を任された下柳にも3年連続の2桁勝利がかかっていた。その一方で、 前線を離脱していたレギュラー遊劇種、鳥谷隆の代役として、2軍から昇格したばかりのシュータをスタメンに起用。下柳は5点のリードを背に4回裏まで高投を続けていた。シュータは5回裏1し1塁で2塁種、関本健太郎がゴロを処理した直後に2塁のベースカバーに入った。アウトのタイミングで関本からの送球を取ったものの、 自身の足が早く離れたため、二塁塁審は、セーフと判定。さらに、自打者、西としっのゴロを引いたため、一四万塁のピンチを招いた。西への投球で、ダブルプレーを狙っていた下柳は、この失策に激怒。マウンド上でしゃがみ込むと、自分のグラブを、マウンド付近の地面へ叩きつけた。結局、シュータは、自打者、相川良二が放った。 平凡なゴロを丁寧に補給。そのプレーが閉札崩れを招いたため、横浜に1点が入った。下柳は上記の行為について、現役引退後に、シューターに取りやすいゴロを打たせたのに、エラーでピンチを広げられたことから、俺の親心を無駄にしやがってという気持ちが真っ先に浮かんだ。また、試合前からチームの雰囲気がどこか緩んでいたように感じられたことに、 一試合とも、おろそかにできないプロとして、苛立ちを感じていた。でも、感情を爆発させることが気持ちを沈める上で、有効であることを知っていたから、内心は、意外と冷静だった。そこで、怒りを次のプレーに引きずらないため、意図的にグラブを叩きつけたと実感している。現役時代の下柳なぎは、試合を終えるたびに、自分のグラブを必ずきれいに磨くほど、 野球道具を大切に扱っていた。その一方で、味方野手の失策や、相手打者の安打に対する怒りから、他の試合でもグラブを地面へ叩きつけていた。この行為をめぐって、ファンから賛否両論が沸き起こったり、球界 OB からの失責を受けたりしたこともあったため、お子様は真似しないように、道具は大事にしましょうと語っている。ちなみに、 2016年阪神一軍、春季キャンプにおける金本との対決直前の練習には現役引退後も九州担当のスカウトとして阪神に席を置いていたシュータがユニフォーム姿で登場。遊撃の守備についたシュータがノックの打球を引いたことをきっかけに下柳がグラブを地面へ叩きつけることで場内の監修を沸かせた。いずれも 金本の演出によるものだったが、金本は2018年限りで、阪神の監督を退任。一方のシュータは、2021年から、阪神の二軍内野守備総類コーチとして、下柳がまだ完全に果たしていない、現場復帰へ至っている。スポーツ界随一の愛犬家として有名。阪神での現役時代から、出演番組やインタビューでは、折に触れて、 愛犬の話題を出している。東京に住んでいた日本ハム時代からラガーとルビーという名前の犬を飼育。ラガーという名前の由来は夏の暑い日に出会った際にたまたまキリンラガービールが飲みたかったことにあるという。やがて下柳は自主トレーニング地、キャンプ地、馴染みの飲み屋へ同行させたり、グラブに顔の刺繍を入れたりするほどラガーを出来合い。2003年に 阪神への移籍が決まった直後には、飼育の環境が整わなかったことから、2005年に関西で新居を建築するまで、都内在住の知人にラガーを預けていた。2014年2月22日に朝日放送で、放送された特別番組、ペットの感謝状では、ゲストで出演した下柳の証言や再現 VTR を交えながら、以上のエピソードを紹介している。 独身だった2007年には、ラガー、ルビー以外にも、ラガーの子供を9匹飼育。ラガーと同じくビールの銘柄にちなんで、バド、ミラー、コロナ、ギネス、ヒナノ、レオ、オリオン、チンタオ、ホープという名前を付けている。同年末の FA 宣言に橋を発した、阪神及び横浜との交渉では、両球団が競い合いながら、 ラガーの待遇に関する条件ばかり提示したため、下柳曰く契約交渉というより、ラガー君争奪戦だったとされる。その結果、阪神との再契約では、ラガーの待遇に関する条項が契約に盛り込まれた。ちなみに、下柳は以上の交渉代理人に任せる一方で、自主トレーニング先を石垣島から奄美大島に変更した。下柳は、 現役引退後に2006年のオフシーズンにラガーを連れて石垣島へ向かったところ乗っていた飛行機の貨物室からラガーの泣き声が自分の座席にまで聞こえてきたので道東へ到着する前に来年は場所を選び直さなければならないと思った温暖で本格的な陸上競技場や野球場がある奄美大島なら 船で12時間ほど移動すれば到着するので、ラガーを同行させても怖がらないと10回している。結婚後の2012年に、東北楽天で現役を引退してからも、関西の自宅で引き続き、ラガーを飼育。しかし、以前に比べて食欲が落ちるなど、下柳の現役引退は、ラガーの体調にも影響を及ぼした。結局、ラガーは2013年7月14日に、 自宅のソファーで、ひっそりと永明。ラガーの最後を見取れなかったことを気に病んだ下柳は、ペットの感謝状のスタジオ収録中に、芸能界屈指の愛犬家として知られる、杉本彩、関根勤渡辺正幸の前で自筆による、ラガーへの感謝状を、涙ながらに朗読した。2014年10月、朝日放送、ペットの王国ワンダランドに出演、バド、 新たに飼い始めたスタンダードプードルのメス、ムートの生活を紹介した。その一方で、阪神での現役時代から、ちょうど犬育成への支援を目的に、チャリティ活動を展開。自身及び、プロ野球選手の有志が提供した、野球道具や T シャツのオークションを公式サイトで主催した後に、収益金をちょうど犬育成協会へ寄付した。日本超ょ犬協会では、 公式サイトの応援サイトとリンク集に、下柳の公式サイトへのリンクを貼っているほか、チャリティ T シャツの販売に協力したことで、下柳に感謝状を送ったこともある。ちなみに、下柳は公式サイトでオークションを主催するにあたって、人間に捨てられた犬たちが、人間のために厳しい訓練に耐え、純粋に働いています。捨てた人間は許せませんが、 同じ人間として罪滅ぼしじゃありませんが少しでも犬のためになればと思いますというメッセージを寄せている。テレビドラマ上記のほかサンデースポーツや朝オワイドスマタンなどへ不定期で出演在反局制作のバラエティ番組にも登場することもある。ABC テレビ制作の探偵ナイトスクープには松村邦広が 判定として最後に担当した依頼 VTR へ金本と共に登場。同年11月8日放送分では矢野金本との同級生トリオでは最も遅く顧問として公開収録に初めて出演した。ありがとうございます。